ある方法を使って2時間で50万円は稼げます。その方法とは、はいどうも、バイナリー投資塾の陽介です。今回の動画は軍資金1万円で2時間で50万円、1ヶ月で1000万円稼げる最強アイテム、こちらをね、完全無料であなたにプレゼントしたいと思います。いやいや、そんな稼げる方法あるわけないじゃん。現実はそんな甘くないよ。そんな方法あったら苦労しないわってね、いろんな意見聞こえてきそうなんですが、安心してください。そこで今回のね、軍資金1万円で2時間で50万円、1ヶ月で1000万円稼げる最強アイテムの登場です。これは実際にね、僕の視聴者の方に教えた方法なんですが、こちらを見てください。1日、まあ初日をね終えた頃には52万1000円で、1週間後238万9500円で、3週間後849万3000円、4週間後、まあラストの週ですね、1103万5600円っていう結果でした。この方はね、バイナリー経験が2週間ほどだったにもかかわらず、最強アイテムを活用し、初日で50万超え、まあ1ヶ月でね、1000万以上の大金を手にしてるんです。だからこそ、もしあなたがね、たとえ初心者であっても関係なく稼げる方法になっているので、必ずこの動画をね、最後まで見ていただき、自身の強い武器として持ち帰ってください。それではね、早速解説をしていきます。本編スタート。はい、それではね、早速お話ししていくんですけども、今回の内容はこちらとなります。いきなりね、気になるこうタイトルなんですけども、まずこのね、最強アイテムっていうのを紹介した後に、その後は挿入方法ですね、ハイエントリーの条件を解説して、タイミングをね、見てもらいたいので、まあハイエントリーの実践ですね。で、その後ワンポイントアドバイス、勝率がね、こう飛躍的に上がるワンポイントアドバイスで、その後にまあローエントリーの条件で、ローエントリーの実践っていう形になるんですけど、まあローエントリーのね、条件はこれはこれでしっかりと覚えていただきたいので、まあ飛ばし見とかはね、絶対しないようにしてください。で、最後おすすめ通貨ペアを発表します。今回はね、こちらの内容でお送りしていきたいなと思います。早速なんですけども、今回のね、手法で使用するインチケーターは X ポイントになります。ちなみにあなたは X ポイントっていうインチケーターをご存知ですか？これこそが今回ね、初公開になる最強アイテムになります。で、これは聞いたことがないっていう方が多いんじゃないかなと思うんですね。というのも、 X ポイントって MT4 にね、デフォルトで導入されているインジケーターではないんです。外部インジケーターになります。でもまあ安心してください。今回の動画ではね、導入方法から使用方法、そして実践トレードも全て習得できます。で、 X ポイントにね、関しても今回の動画のどこかで表示する入手条件を満たせば、誰でも完全無料で手にすることが可能となります。条件は一瞬なので、見逃さないように最後まで飛ばさずに見てください。こう X ポイントがね、 MT4 のチャートにまあ導入されてるっていうことを仮定してね、挿入していきましょうか。そしたらまず早速ね、こう入れていくんですけども、こちらのナビゲーターですね、そうするとインジケーターがずらっと出てくるので、これの一番下、このカスタムのね、ゾーンの中にあるこちらですね、 X ポイント、こちらを選択してください。まあそうするとね、こういった画面が出てきます。このシグナル設定の変化を許可する、ここはね、入れてもらって、細かいね、設定数値とかに関しましては特にね、変更する必要はありません。デフォルトで設定は大丈夫です。その設定がね、できましたら OK ボタンを押していきましょう。そうするとね、このように挿入されます。で、今入れたこちらの X ポイントっていうのは、一定の期間内の高値と安値を元にしたチャンネルを表示して、条件が揃った時にシグナルを矢印で表示するインジケーターです。インジケーターを起動するとチャンネルの上限は赤色の波線、下限は青色の波線で表示されます。で、 X ポイントはノイズを低減させるため、 X ポイントにフィルタリングを行ったものをシグナルとして表示しており、青い上向きの矢印は買いシグナル、赤い下向きの矢印は売りシグナルを示してくれます。まあサインツールに似てますよね。ただあくまでも外部インジケーターになりますので、条件などはしっかりと見るようにしてください。しっかりとね、このようにインジケーターが挿入されてあれば OK です。じゃあ早速条件の方やっていきましょう。そしたらハイエントリー条件はこちらですね。ハイエントリーだけ見たとしてもかなりのポイント数があるのがわかるかなと思います。まあ簡単です。矢印が上向きにこれ表示されて、このサインが
確定したのを確認できましたら、次なしから半エントリーをかけていきます。そうするとしっかりとね勝つことができています。でここもねしっかり勝つことできてて、ここちょっと負けちゃってるんですね。でここ勝ってるポイントでここも負けちゃってると、ただここでねしっかり勝つことができています。ここもね問題なく勝つことできてますね。特にね難しい要素ってそんなないかなって思うんですけども、ちゃんと確定したことをね確認してからエントリーになりますので、そちらのタイミングなんかに関してはねこの後実際のトレード映像を見せていくので、そちらでしっかり確認するようにしてください。はい、そうしましたら今ねこう矢印が上向きに出てるので、確定したらねエントリーしていきたいなって思ってます。まあ、結構ね、まあ、ポイントが過去に来てるんですけども、どうですかね。確認がしっかりと取れたので10万円の半エントリーを1本だけ書きました。特に小難しい条件ってないんですよ。さっきねこう半エントリー条件で解説したように、この上向きのね矢印が確定したら次なしから半エントリーをかけるっていうだけなんですね。ちょっとね今の段階だと負けちゃってるんですけども、過去のサイン取り替えてほしいなと思います。それこそ1個前のねサインとか見てもらうと、矢印下向きなんでローエントリーのポイントですね。その後ねローエントリーかけるとしっかりと勝つことできてて、その前もねローエントリーサインがずらっと連なってるんですけども、ちゃんとねこう見てもらうとしっかり勝ってるっていうのがわかるかなと。そうこう話してるうちにねしっかりと上昇してくれたので、まあ、このままいけばね勝ちかなと思います。はい、そうしましたら、まあ、10万円でね今ファンエントリーを行ってきたんですけども、しっかりと勝つことできたので9万円の利益の獲得となります。ではここでワンポイントアドバイスをお伝えしていきます。相場状況を見極めてエントリーすると期待値が爆上がりします。トレンド相場では騙しのシグナルが多く表示されるため、このインジケーターを使用するのは下げた方がいいんですね。つまりですよ、レンジ相場を得意とするインジケーターなんです。それにチャンネルの最初値幅に制限がかかっているため、極端に同意の薄い相場でシグナルを発するってことはないんですよ。なので言っちゃえばかなり画期的なものになってます。騙しのねポイントだと、まあ、サインにならないよっていうことになるので、基本的にはねこのサインに従ってエントリーをしていくだけってことです。これをね聞いただけでもかなり簡単だなと思いますけども、まあローエントリーはねローエントリーでしっかりと覚えていただきたいので、この後の解説はよく聞いておいてください。で続いてねローエントリーポイントはというとこちらですね。ちょっと分かりづらいかもしれないですけども、まずここからね見ていくんですけど、矢印が下向きに表示され、これがね確定したポイントであれば次なしからローエントリーとなります。そうすると陰線ついてるのでしっかり勝つことができてますね。でこう負けちゃってるんですけども、ここをしっかり勝ってて、ここもねしっかり勝つことができてるんです。なんでこれだけのねポイントがあったとしてもかなり勝てるっていうのが分かったんじゃないかなと思います。でここは1分足なんでね、必然的にエントリーポイントってめちゃくちゃあります。まあこれだけねこう稼げる期待値が誇ってるっていうポイントになるので、くれぐれもね間違えないために実際のトレード映像を見てしっかりと学んでください。そうしましたらちょっとエントリーできたらねしたいなって思ってます。スルーしちゃうとねまた待たないといけないんですけども、10万円でね今ローエントリー1本だけかけました。ちょこちょこね手前でもポイントあったんですけども、タイミング合わずでねちょっとエントリーできなくて、まあたまたまねこう開いたポイントでしっかりエントリー今できました。条件はね先ほど解説した通りです。この上側にね表示されてる矢印が下向きに出てて、それが確定したのをしっかりと確認できたら次の足でローエントリーをかけてください。ワンポイントアドバイスでね言ったんですけども、やっぱレンジ相場を得意とするインジケーターです。こっから先どうなるかっていうのはまたあれですけど、手前のね、まあ、感じ見ると価格がね上下してくるかなっていうポイントでもあるので、まあ、エントリーしたといった形になります。手前だとね調整のポイントかなっていうポイントでもあるので、なるべくねちゃんとレンジ相場だなって確認できるポイントでエントリーすることをお勧めします。まあ、しっかりとね陰線が形成されているので無事ね勝つことができました。で10万円で、ね、エントリーをしてましたので9万円の利益の獲得となります。はい、そしたらどうですか、まあ、実践も踏まえてこう見てもらったんですけども、そんなに難しいって感じた方は多くはないかなと思います。まあなんならねすぐに習得できるようなレベルになるので、まあもし不安であればねこうよく見返すようにしておいてください。ではここでおすすめの通貨ペアをお伝えしていきます。おすすめの通貨ペア全部で2つあるんですけども、 NZD-JPY、USD-JPY ですね。ニュージー円とドル円が今回のね推奨通貨になりますので、しっかりとね取り入れていただきたいなと思います。実際のねトレードでもねニュージー円のね通貨使ってたので、まあ参考にしてほしいなと思います。はっきり言って
この通過ペアを意識するだけでも期待値を上げることが可能になってくるので、ぜひね意識してみてください。ではここでね、あなたお待ちかねのプレゼント情報と参りましょうか。今回の章でメインとされている X ポイント、これをね完全無料で入手することができます。それに導入マニュアルと負けを減らす必勝法など、まあ、豪華特典付きでこれからねお伝えする条件を満たした方にはプレゼントします。そのプレゼントの入手方法は全部で3つですね。1つ目、チャンネル登録、僕のチャンネル登録とこの動画の高評価で、インスタグラムのフォローですね。アカウントは概要欄に貼っておくのでそちらから見ておいてください。で最後3つ目、キーワードをね僕の LINE で送ってきてください。でその肝心なキーワードは X ポイントになります。すべてねカタカナになりますので、カッコとかなくて大丈夫です。そのままね X ポイントって僕にメッセージを送ってきてください。で LINE の登録方法は今表示中の QR もしくは概要欄にもね貼ってあるのでそちらから見てみてください。それがねできたらやってある方がこれスクリーンショットもしくはね写真も送っていただきたいなと思います。すべてこれ行ってくれた方限定でプレゼント配布しますので、非公開になる前に必ず受け取ってください。それではね今回はこちらで以上となります。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。